査官さん、癒しの魔法をかけたコーヒーはいかがでしょうか。邪魔させない。
粗末にする悪いやつはこのショコラが懲らしめてやる。
怪我などしないようにお気をつけてくださいませ。一緒に頑張りましょう。楽しいことしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。一緒に頑張りましょう。嵐はずっと待ちわびて私の声に応えなさい。永遠の夜よ、生命乱調はっ。さあリュウムの霊たちよ、行っておいで。はあ、やっただぜ。怪我などしないようにお気をつけてくださいませ。一緒に頑張りましょう。よこしなさい。楽しいことしようじゃねえか。
命乞いしても無駄だ。いらさんぞ。待ちわび、私の声に応えなさい。永遠の夜よ、生命乱調発火。さあ、竜の霊、行っておいで。現実であるこの勝利を祝おうじゃないか、調査官。プライドってのは叩き割るものだ。ようじゃねえか、命乞いしても無駄だ。
飲むのに最適な美しい景色ですわ。怪我などしないようにお気をつけてくださいませ。よこしなさい。よこしなさい。楽しいことしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。行きましょう。嵐が待ちわび、私の声にこだなさい。永遠の夜よ、生命乱調。はっ、ゲームのレース土下座しろ。コーヒーを飲むのに最適な美しい景色ですわ。怪我などしないようにお気をつけてくださいませ。一緒に頑張りましょう。よこしなさい。楽しいことしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。夏、波、ときめく夏の鼓動が、ワン、ツー、スリー。
私の声に応えなさい。生命乱調はっ。怪我などしないようにお気をつけてくださいませ。一緒に頑張りましょう。楽しいことしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。夏、波、時、夏の鼓動が。私の声に応えなさい。永遠の夜よ。土下座しろ。you
私がみんなを守っ、みんなの夢、私が叶えてあげますわ。私が見守ってあげるから。見届けてあげる。やさんぞ。楽しいことしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。土下座しろ。常世の創設も星空のように美しいでしょ。
見る覚悟はできたかい？ここはわらわのすべて場所よ。見届けてあげる。私の愛を受け取って。楽しいことをしようじゃねえか。命乞いしても無駄だ。痛いの痛いの飛んでけ。待ちわび、私の声に応えなさい。永遠の夜よ。怖がらないで。私がみんなを守、みんなの夢、私が叶えてあげますわ。勝利を祝おうじゃないか、調査官。
私と共に。パンチ！甘！私のような役立たずの負け。すべて私の色に染まりなさい。イナにおかわりちょうだい。お伺いする際にプレゼントを持って。パンチ！甘！調査官さん、傘に降る雨の音が聞こえますの。医者の言葉を聞かないのは誰だ？調査官は我らに何をし、光栄ですわ。掃除ミッション準備、クリアランスモード。掃除ミッション準備、クリアランスモードオン。
俺たちも死んでしまうんだ。あの子たちのように。逃げろ、早く逃げろ。やっぱり覚えていないのか。10年前にこの町と共に滅んだらよかったのに。君のおじさん。
光栄だ。この子を頼んだ。必ず秘密を守って。調査官になったからには、この管区、そして深海市の守護者になっていただかなければ。必ず秘密を守って。ミスター K のこと、鍵のこと、そしてドロップポイントの秘密、知らなかったの？今日会ったばかりの者のために己を犠牲にするつもりかね。悪いけど、これが真実を求める代価だ。今回は誰にも無理強いしないと言った。しかし、真実を知りたければ自分自身が巻き込まれなければならない。私だって話したいわ。残念ながら、あなたと同じように質問は分かっても答えは分からない。私はエモーション粒子に汚染され、自分のほとんどを眠らせることしかできない。あなたの特別な能力で私の意識を部分的に保つことができた。その能力が強ければ強いほど、私の記憶はより完全に蘇ってくる。でも完全に目覚めなら、私はすぐに汚染されるだろうね。その時、最初に殺す人間はあなたかもしれない。矛盾しているよね。でもそれが真実なんだ。あなたに真実を見つけてほしいし、見つけてほしくないとも思っている。だから最終的に全てをあなたの決断に委ねることを選んだ。これでかなり楽になったわ。だから物語を続けるか、全てを忘れて離れるかは全てあなた次第。何しろあなたはもう深海市のために頑張ってくれたから。できることなら手伝うわ。知っていることも全て話すよ。
考えが甘すぎるわ。実際はあなたの意識の奥深くにある檻の中に隔離されているようなものよ。あいつらの捜索を断つにはそれしかない。だから外の世界には長くいられないの。見つかったら終わりだからね。あなたが特殊な能力を使わない限り、現実に何が起きているのか私には直接見えない。もちろん分かち合ってくれるなら私に会いに来るといいわ。あなたが見せてくれる夢や思い出だけを見るから。最も信頼していた人に裏切られた経験があるから、私は人の心を見極めるのが苦手なんだ。だから私に聞かない方がいい。でもあなたの身元は漏れていないし、私を目覚めさせることもできたから、あの人を信用してもいいんじゃない？ 3 ヶ月前、私を目覚めさせるカプセルチップを渡したのは彼女だったよね。こんなクソガキ、どうしても調査官になりたいって、ストーンの愛がそんなにいいのか。もう決まったんだから、おっさんが何を口うるさく言ってるのよ。の方はとっくに覚悟ができているようだな。おっさんって呼ぶな。俺はまだまだ若いんだ。緊張するな。君が調査官になることには賛成だ。しかし君の先輩としていくつかアドバイスがある。まず第一に、真実を探すことを急いではいけない。実は私たちも真実を探している。でもこれは危険なんだ、特に君にとってはね。その理由については少なくとも今は直接言えない。インコ、なぜにこんなことを話さなきゃならねえんだ。俺たちはもうたくさんやったじゃないか。落ち着けおっさん、私たちだけではどうにもならないことがある。あの件以来君は完全に理解したと思っていた。深海市は決して純粋で理想の街なんかじゃないってこと。だったら二不公平だってことも知っておくべきだ。ええ、わっちのわがままだ。
エリニアンスと人間の共存という希望が水の泡になるなんて、黙って見ているわけにはいかない。そんなに心配することじゃない。俺たちだけでできる。バカ言うな、ホーウェル。まさか年とともにどんどん頭が回らなくなっているのか。申し訳ないが、答えられないんだ。そうだな、ホーウェルが正しいかもしれない。君はこの辺から離れた方がいい。考えてみれば、深海市は小さすぎる。若者はもっと遠いところへ旅立った方がいい。例えば私の故郷、東洋大陸はとてもいいところだ。落ち着け。そんな暗いことばかり考えるんだ。何があったにしろ、すべて過去のことだ。君はただ自分の人生を平和に生きればいい。ほら、このガキ、わざと俺を怒らせてるのか。ごめん、我慢できなかった。この子には誰にも変えられない自分の決意があるようだな、おっさん。本当にストーム愛の調査官になりたいのか。これは本当に危険なんだ。気をつけないと死ぬかもしれない。そうか、誰にでも背負わなければならない運命がある。だから私たちはここにいる。そしてこれを飲み込め。変な音が聞こえても自分がおかしいと思うな。このチップに特別な情報を記録した。君の中に隠された力を徐々に目覚めさせ、ある特別な存在を活性化させることができる。ある種のバイオロジカルキーかも言える。君は特別な体を持っている。これがなければストームアイの審査をパスできないだろう。そんな目で見るな。私はただそれを伝えているだけだ。答えは自分で体験するしかない。ストームアイに入るにはそれを飲み込まなきゃいけない。それと今日の話は秘密にしておくこと。どんな物語にも悪役がいるから。わかるだろう。敵が誰なのかもまだわからない。でもあいつも君を探していることだけは確かだ。おっさんもそろそろ帰ろう。長居するのはよくない。何しろ部外者から見ると私たちはとっくに仲間割れているはずだからな。甥っ子のために調査官試験の枠を頼むためじゃなかったら、私に頭を下げることもなかっただろう。調査官なんてならない方がいい。行くぞ。そうだな、君には才能がある。
そしてずっとルールを守ってきた。でもストームアート所長としてのアドバイスは、ルールと現実が矛盾し決断が難しくなったら、ルールなんて忘れて自分のやりたいことをやればいい。私が知る限り、あんなルールを作った連中はもうとっくに腐っているからな。調査官、ご無事ですか？レストランは貝に囲まれています。ウォームアップはバッチリ。参りましょうか。調査官、戦闘に専念してください。の準備ができました。いつでも出撃できます。ローラースケートの準備ができました。いつでも出撃できます。これは役に立つ。掃除作業完了。
本物の恐怖を思い知らせてやる。一緒に星に願おう。やはりあなたの存在で私は強くなるみたいです。また一つ願いが叶ったにゃん。
俺にこんなに優しいなんて。もっとだ。憎悪が足りない。武装情報が更新された。武装情報が更新された。インスピレーションが湧いてくる。これくらい装備が揃うと困難な任務もこなせるわ。魔法使いの足跡をたどり世界を探索する。これで終わり。物足りないわね。怖くありませんわ。調査官のこと、
調査官のこと、もっと知りたいわ。
の恐怖の中でうわめけ。調査官もいたずら好きよね。貴様にも感じるのかね、この膨大な力を。おいしそうな感情の匂いがプンプンするぞ。夜勤はもっと気合い入れるわ。推し活の道はまだまだ続く。話の秘密見えてきましたわ。箱の中身が豊富になるね。
くなった。いい気分だ。新曲を作りましたわ。ぜひ聴いてくださいませ。鑑賞ドーナツをください。今日はテストがあるからテンションを抑えないと。かしこまりました。少々お待ちください。それは、彼女は昨夜のブルームーンの影響を受け、エモーションが少し不安定になっているだけかもしれないと言おうとしていました。ホワイトタワー研究所の調査結果によると、月の満ち欠けは知的生命体のエモーションに影響を与え、エモーション粒子の影響を受けやすくなるという。今朝集まっていた回もいつも以上の数でした。これは根拠もないことなのでしょうか。あれ、店長怪しい。もういい、自分で聞いてくる。鑑賞ドーナツはもうできてるでしょ。アイクが持っていくからこれで大丈夫でしょ。へえ、夏休みの補習テストでチシャネコランドに行けなくなったからイライラしてるの。はい、今年のサマーイベントは期間が短くなって今日一日だけなんです。きっとにぎやかなんだろうな。それは悲しいよね。アイコも行きたいイベントに行けなくなったら絶対泣くよ。鑑賞ドーナツもう一個いる？あ、そうだ、ハッピーウォーターも一杯どう？ありがとうございます。でもテストがあるので失礼しますね。さっきのはマンディだった。
あんなに急いで。何かあったのですか？しかも顔も赤いし、大丈夫ですか？テストがあるから急いでるらしいよ。夏休み中も補習か。アイコもなんだか燃えてきたよ。トラッキングキャットはどこ？新しい手がかり、いや犯人がまた現れているかもしれない。シルベッティに関する情報は今のところ収穫なしよ。新監視に入った記録がないし、監視カメラにも映っていないよ。 EMC も彼女のエモーションデータを採集し損ねたらしい。この目で見ていなかったら、私も彼女は新監視にいないと思っていただろうね。 EMC の報告が来ました。昨日搬送された生存者、エリーの両親を含めた全員が重度の昏睡状態にあり、調査は不可能だそうです。トラッキングキャットがシルベッティのエモーション粒子をタッチした。しかも何箇所も同時によ。ちょっと待って、この場所はチェシャネコランド？チェシャネコランド？はい、今年のスマイベントは期間が短くなって今日一日だけなんです。きっと嫌さなんだろうな。ホワイトタワー研究所の調査結果によると、月の満ち欠けは知的生命体のエモーションに影響を与え、エモーション粒子の影響を生みやすくなるという。あなたたちのせいで私の可愛いぬいぐるみが台無し。でも大丈夫、ぬいぐるみなんていくらでもあるわ。あなたが調査官で、今度会う時はプレゼントを用意してあげるわ。まさか彼女はランドを貝の生産工場にする気ですか？了解です。皆さんは内部通信で私と連絡を取り続けてください。あなたたちの行動はすでにバレているかもしれません。ムカつく。一体どこにいるのよ。ぬいぐるみはこんなにもあるよ。一個ずつ調べたら今日中には終わらないよ。敵のくせに小賢しい真似をしやがって。頭きた。
調査官？どうやってわかったの？アイコには普通のぬいぐるみにしか見えないよ。でも、もっと近づけばエモーション粒子検測器で確かめられる。まずは、奴を捕まえることだ。大丈夫、アスラに任せて。騒ぎを起こさずに解決してくれるから。ちょっと痛い。ねえ、どこ見て走ってるの？訴えるわ。何？アスラの行動がバレた？いけない、また逃げた。もし奴がここで暴れ出したら大変なことになるよ。逃げ足の速いやつめ。でもこの前は行き止まりよ。さあ、今度はどこへ逃げる？逃げる？私にはもう逃げ場がない。だから逃げる必要もないわ。楽園の扉よ、開け。我が魂を取りたまえ。罪のない子羊たちに救済を。あなた調査官でしょ？来てくれて嬉しいわ。このプレゼント気に入ってくれるかしら？これはシルベッティに操られてる。何をするつもりなの？調査官、気をつけて。シルベッティ様、私ようやく見えたわ、楽園が。いい子、いい子よ。ママが迎えに行くわ。一緒に帰りましょう。平気なの？嘘、いつの間に人間のエモーション粒子への耐性がこんなに高くなっているの？さては何か特製の装備でもしてるの？調査官が無事で何よりです。私はちゃんと秘密を守ります。うちのチームにも共通の秘密ができたのね。やった、アイコも秘密を守るよ。そういえばさっきの回、開花してそんなに時間が経ってないはず。ルールにもならずに自爆したね。シルベッティのやつ、仲間にもそんなに残酷だったな。一体何をするつもりだ？もしシルベッティに自分を隠す能力があるなら、わざと姿を現す必要なくない？脅かしでしょうか。彼女は私たちがトラッキングキャットでデータを追跡できると知っているから、わざと居場所を晒したのは調査官をおびき寄せるためなのかもしれません。
て恐ろしいやつ。じゃあさっきのあれも彼女が仕込んだ罠だったってこと？すみません、私が後先考えずに行動してしまったから。今後は調査官の指示に従います。じゃあ次はどうするの？はぐれた。俺の妻を見なかったか？パパ、ママ、どこにいるの？やだ、離して。分隊には全て緊急任務が割り当てられています。一番近くにいるチームでも1時間ほどかかります。1時間も？それならいっそリサイクリサーチ班に連絡して遺体を回収してもらう方がよっぽど早いわ。待たせるのは失礼に当たりますよ。無駄だ。待たせるのは失礼に当たりますよ。イッツショータイム。待たせるのは失礼に当たりますよ。この全てを守ります。諦めないで。戦いはまだ始まったばかりですよ。イッツショータイム。全てを壊してやる。めんどくせえ。おい、
そこにいるストームアイの人、大丈夫？昆粛、パトロール隊第3班の隊長、コウイだ。こっちは無事だが、現場では少なくとも30人が観覧車に連れ込まれた。2時間前に報告したが、増援は君たち3人だけか？報告？そんなの来ていないよ。近くにいるチームは一時的に別の緊急任務で呼ばれたみたい。そんなバカな、よりによってこんな時に。じゃあ今はどうする？あの人たちはどうすれば？あれは何なの？調査官、観覧車の方。シルベッティだ、あそこにいます。遠すぎてよく見えない。何をしてるの？うわびき！新曲を作りましたわ。ぜひ聴いてくださいませ。スケボーの改造、うまくいったな。食事の時間はまだですか？よいしょ！食べ物